ハヤトの NEXT GENERATION。 さあ2012年11月の26日夜19時になりました。ハヤトの NEXT GENERATION、 今週も、よろしくお願いいたします。というわけで、先週に引き続き、ゲストの方をお呼びしたいなと思います。シンガーソングライター真原美穂さんです。真原です。いやいや、どうもどうもどうも、お久しぶり。お久しぶりです。1週間ぶりでございますね。元気ですか？元気です、元気です。ピザ生地どうなりました？ピザ生地いい感じですよ。ちょっと火を入れて冷凍保存ができる。はい、ピザ生地、ピザ生地こねてますか？こねてますよ、最近はね。ピザ生地をこねるシンガーソングライター真原美穂です。くるくるできるようになったらかっこいいんですけどね。俺あれやったことあるんだけど、家で、ちぎれない？ちぎれるし、落とすわ。落とした。そうやね、普通に落とした。あれ難しいのよ。あれ難しい、うんうん、だいぶあれイースト菌爆発させてる。そうそうそう、イースト菌ちょろっと入れてね。お、爆発した？いや、爆発はしてないです。あ、そう。爆発するの、イースト菌？いや、イースト菌爆発してるからあんなに生地が膨らむんじゃないの。あ、なるほど、そういう意味ね。うん、そういう意味で。ポーンなるかと思った。ポーンはならないと思うけど。なるほど。うん、だいぶこう、はい、膨らむよね。膨らみます。うん、パンパンになるね。いい、はい、パンパンに。膨らみます。うん、というわけで、はい、最近の、近況など聞きたいと思う。近況、うん、近況やんな。うん、近況です。近況ですか。近況です。最近あれですよ、制作活動してます。ほう。はい。12月のそのツーマンに向けて新曲を下ろそうかなと、はい、ツーマンに新曲、はい、これは皆さん新曲が聴けるそうですよ。、はい、ツーマンいつでしたっけ。12月の27日です。12月の27。うん、はい、まだみんな仕事ですかね、その辺。どうすかね、金曜日でしょ。あ、じゃあ木曜日か。うん、うん、仕事の方もいらっしゃると思いますけども、ね、ラストぐらいの勢いだよね。そう、うん、もうお正月は何するんですか。休みます。そっか休みなくて、うん、うんうん、そっかそっか。多分ね、12月の27は、はい、多分というかもう、はい、決まってるんですけど、実家にいますね、僕。あ、なるほど、はい、じゃあ、25から帰るんですよ、飛行機でね。飛行機でぴょっと、ぴょっと来て、もうチケット取っております。あ、なるほど、うん、なので、まあ地元のやつ、まあ、今聞いてたら、はい、27日はパーティーあるから、はい、うん、はい、絶対参加しろよと、うん、声を大にして言いたいなと思います。というわけで、ハヤトのNEXT GENERATION、はい、今週も始まります。